真ん中に置いてみましょう。ちょっとカバンお願いしていいですか。お願いします。ピンクの ピンクやります。次緑ピンクね。緑とピンクね。終わったよ。2番、何番、その後周り見て、ピンク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 、そうですね。すぐみんな早いです。ゴー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 。あー、惜しい。パスだわ。おー、ナイス。
構いく、構いく、ピンク緑？ピンク緑。じゃあ、カズさんここからまたピンクをお願いします。はい、じゃあ、カナオさん、カナオさんピンク。じゃあ、残念です。はい。カナオさん。そうです。じゃあ、これ緑どこやった？はい。じゃあ、楽しみだします。やりやすいよ。あ、そうなんですか。まず最初こっち回る。あっちのカメラ撮って。大丈夫。で、まあ決められない。だからズレがなくてよく言うよりはないよ。そう。今度一人ボールになって、ピンク自分のマーク確認しないと。そうすると、あ、誰が誰つこうってなって、今ちょっと同じようにじゃあ中地もらったんだけど、中地がもらったんだけど。で、まず最初にまず戻ることが大事で、はい、トランジションってこの往復だからバスケ、このとにかく。だからオフェンスが終わったらすぐディフェンスをまず戻らなきゃいけなくて、終わったらスタートしているこの緑に対してすぐで、中地君に対して僕の…あ、ごめん、それはこう来て、こう来てもすぐにここでだから遅れられるから、これが遅れないようにまずつかなきゃ。で、次大事なのは、アウトナンバーとかそのマークが決まってないっていう、自分が誰ですか決まってないから、自分の探しちゃったり、誰ですかとかやってられると攻められるんですね。だから今、あなたが気づいて止めに行ったんだけど、今度そっちサイドがないから、やらず、高杉さんは、まずオフェンスが来たなっていうのを意識して、すぐ下がったらいいけど、この2人しかいないから、3対2を作られてるから、ピッピーで終わってるから、そこを下がったらいいけど、ここに回る場合に打ってあげると、そのショットが出る。ただ、とにかく、往復を切り替えのときに、まずマーク決まってなくても、すぐ、使えるようにまず作ってみると、オフェンスが終わったら、すぐ戻る。はい、入った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 、
パーパーってなってここに出して動いたりあのボールがでも走ってくるから、はい、走る。そうそうそう。っていうで大事なのにパスする。はい。ピンク交代交代交代青信号。これ全チームみんなこのインポジション全員するわけですよ。大丈夫ですよ。青、大丈夫です。新しい方が誰か先頭。青。じゃあ伊藤さん。花尾さんがあそこにいる。だから、あそこ、
こに対してパスを出せるというんだけど、矢部が狙ってくる、そこのタイミングとバランスで走ってきたときに、ボールプッシュしてきました、してきました、でもみんな走ってきたまで、で、まんまこれでもし、ゆうちゃんがパスを出すときに、矢部がそっちの裏の、そこをスペース狙ってると、ゆうちゃんはそこに出せないとかね、結構難しい話だと思うけど、そういうことするのに対して、矢部がそこを後ろに行くから、ゆうちゃん、ちょっと矢部の方に出してる。こう出そうとすると、矢口ステイルで、今取られたっていう雰囲気だとして出せないから、もらえないです。そうすると、ちょっと中地となってます。このインナス出すと、矢口ステイルこのインナスと、矢口は距離遠いから、もらえるのがいいです。で、これを、ミオちゃんだけ見てると出せないですね。あ、ディフェンスがあそこにいるな、ミオちゃんに出したいな、でも出せないなってなっちゃうんだけど、その奥のさらにもう一人後ろを見れると、スキップパスで、これ言うじゃないですか、今の流れの中ですよ、もう一回一度同じような雰囲気で、雰囲気でお願いします。パスが出ました、入りました、監督さん、遅い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 、今のは早く出せると、そこで2-2になって、攻めれるのが分かります。そのパスが1個スキップパス出せる出せないで、その次の展開が、うまくいかない場合と、まあ、落ち着いちゃって、ターンボールになってる場合があるので、それがまあうまく出せるっていうのがいいよねっていう感じでした。はい、頑張ります。はい、続きです。じゃあそこから、そこから。緑白。はい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 。やりながら
ケー、ナイスパス。あとで長さんついて。ね、シュー今の近くから移動するよ。バッチリね、お願いします。あとですよ、バッチリで、バッチリで、バッチリで、はい、どこだよ、どこだよ。